イブは、漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典214部首では178番目に置かれる。側体花打方を着用した、エモンの像、イジは、胃の本字であり、背き合うことを意味する。その字型は背いた足の象形である、マスと囲いの象形である、国構えを組み合わせたものであり、主胃が、城壁の周囲を巡回していることを表していると。 考えられる。また、意には、皮同様、毛を除いた比較の意味があるが、皮と対称する場合、皮は木側、意は舐めし加工された、熟側を指す。この意味は背くから反り返った比較へと引き伸ばされたて生じたとも、皮地と地形が似ることから混同されるようになって生じたものとも言われる。広大にはこの舐めし側の意味が、意地の基本義となった。 展望のイフとしては周囲を巡ることに関することを示すが、囲いや、い、えいなどのように、消腐圏イフとなっているものが少なくない。またイフとして革製品に関することを示す。イブは、蒸気のようなイフを構成要素に持つ漢字を収めている。なお、日本の新自体では、部の折れ部分を縦角と横角に分解して、異形にしたので、これを十角として数える。 イニありがとうございます。